寄せ植えを作る時の便利グッズ。こんにちは、花草人の尾関淳子です。今月のグッズは回転台です。寄せ植えギャザリングを作る時にとても便利。自分でね、作業する時はやっぱりね、すぐこの真ん前でやるのがね、一番やりやすいの。でもね、これね、重くなってくるとこう回すと机が傷ついてしまったり、自分が回ってくる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 と回って、このね、植えるところ植えてもいいんだけどね、それもまた大変。この回転台さえあればくるくるくる、いつも入れるとこがすぐ近くに来るのでやりやすいですよ。こちらの回転台を使う時の注意、まず真ん中に置くこと。これ真ん中に置かないと、ちょっとね、端っこに置くとこれコロンと転がってしまったり、これ楕円軌道をね、描くのでとてもやりにくい。遠くなった、近くなったとか言って、これとてもやりにくいので真ん中に置きましょう。そうするとほら、くるくる回って真ん中にあるので、回った時も場所が動かなくていいですよ。使った後はこれはね、洗うと、はい、後ろこんな感じになっております。はい、円盤ついてるんだけど、この中、金属のね、こういう玉の金属の玉のベアリングが入ってるので、ここがね、錆びるとこうやって動かなくなってしまうので、水には濡らさないように、使った後は拭いておくだけにしましょうね。でもこん中水入ってしまったっていう時は、立てかけてしまってくださいね。そうするとね、ここからお水が抜けて、こん中乾いて錆びにくくなりますよ。なんか最近動きが悪くなったなっていう時は、中がこのね、金属の玉が錆びています。そういう時はじゃん、こちらのクレ556 CRC をね、拭いてやるとスムーズに動くようになりますよ。キャップに細いノズルがついているので、これをあれ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 これをポコッと取って、このノズルにはめ、はい、こんな感じ、ストローがついたみたい。これをこの間に入れて、シューッとこのね、玉があるところを狙ってシューッと拭いてあげるとスムーズに動くようになりますよ。うわ、こら、さすが CRC、 くるくる、白くてあんまりわかんない、くるくる回る。すごいな、うわ、みんなにはわからないな。よいしょ、養生テープを貼ってみます。うわー、すごい、すごいよく回るわ、これ、くる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 。最近回転台がなんか回りにくくなったっていう方は、ぜひ CRC 使ってみてくださいね。うちで使ってるこちらの大理石のついた回転台、ご紹介しましたけど、こんなのなかなか手に入んないっていう方は、じゃん、こちら100円ショップダイソーの150円商品ですけども、こちらの回転テーブル使うといいですよ。ただね、やっぱりね、お値段だけにちょっとプカプカしてるんで、動きも悪いわ。動かねえ。けどまあ、寄せ植え作る分には許容範囲かな。 もしかしてこれやるとね、良くなるかもしれない。ちょっと哺乳だけど、ちょっとやってみる。どう、玉のところ、くる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 。これもね、くる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 。ああ、いい。これもね、
あら反対、あら反対。これもね、使う前に CRC をちょっと吹いてやってから使ってやるとぐるぐる回って気持ちいいね。ぐるぐる回って使いやすいですよ。これも使った後は濡れた雑巾で拭くだけにしときましょうね。中に水が入らないように。使った後は立てかけてしまっとくといいですよ。ハナソニーではこのような便利グッズのご紹介を差し上げています。お問い合わせはこちらの電話番号かホームページからお尋ねくださいね。 YouTube のチャンネル登録も待ってます。ハナソニーラインアートでは季節のお花の園芸作業、ライブ配信のお知らせを差し上げています。ぜひ登録してくださいね。ハナソニーの尾関純子でした。